なぜ追ってきたのだ、光の戦士よ。我が望みは戦いの終結、そう言ったはず。やはり因果を断ち切るには力が必要かな。ならば私が立ちはだかる者を倒そう。それが人々の希望であって、我らを救い祈るべき神がいないなら、聖女にこそこの祈りを捧げよう。我が五体をよりしろに、かつて融和をもたらした聖女の魂を呼び寄ろそう。聖女シヴァよ、今こそ我が身に降りて全ての争いに氷結の静寂を。Thank you.
聖女シバの力をもってしても人々の希望は乗り越えられぬというのか。光の戦士よ、聞いてほしい。イシュガルドの民とドラゴン族との果てなき戦い、これは人が犯した罪の因果によるもの。それを今こそ断ち切らねばならない。この戦いはいつから続いているのか、その発端は何なのか。イシュガルドの民の誰もがその因果を知らぬまま、夢幻のごとき戦いにその身を投じる。彼らにとって信仰であり生き方そのものだから。しかしこの戦いは凍てつく大地が見せる氷結の幻想などではない。人が罪を重ねて隠してきた迷うことなき真実。あなたなら聞くことができる。黙約の塔、始まりを知る源流からこの戦いの真相を。あなたなら感じることができる。この世界の真理を。そしてあなたに考えてほしい。真実とは何かを。超える力を持っているのならあなたにもできるはず。あとはあなた自身で聞いて感じて考えて。超える力を持つ者への神の憑依、万事上首尾といったところか。ラハブレアの思惑通りに動いていることが気に食わんが、ゾディアーク様の命であることもまた事実。しばらくは様子を見させてもらうさ。